はい、どうもマキューです。皆さんはイベント3日目ってことでどこのステージを周回してますかね。早速聞きますけど、まあみんな、隠しステージ3とかステージ46とか、裏のマップかなをやってる人が結構、あと遠流とかやってる人が多いと思うんですけど、今回自分がねおすすめのステージとして紹介するのが、まあ、サムネとかタイトルにもある通りステージ1ですね。これなんでだってなる人が多いと思うので、まあ、今から説明していきます。まあ、前までのマップイベントだったら、まあ隠し3とステージ1は、まあ、ポイントがなんかめっちゃ変わる、5ポイント6ポイントとか変わって、まあ、全然ステージ1はダメだってなってたと思うんですけど、今回はなぜかちょっと仕様変更でステージ1と隠し3とかの、まあ、ステージ46とかとのポイントの差がねほとんどないんですよ。まあ、今から見せていきますね。これまあ皆さんご存知だと思うんですが、まあ隠し3とかは1周17ポイントで、ここが1周16ポイントなんですね。なんで1ポイントしか変わんなくて、まあ1ポイントの差もまあ何積み重なれば結構でかいんですけど、でかいんですけど、まあ周回速度はどうなんてなるじゃないですか。その後多分個人的にまあずっとやってる感じ、ステージ1の方がその1回1回の周回速度早いんですよ。このまあ編成はデカプにスタート時にフルキャラをスキルを3体入れてるんですけど、まあ、これぐらいの、まあ、結構編成になる高いけど、こういう編成組めたら多分ステージ1の方が効率よくて、でなおさら技の演出が一番早い不動魔を持ってない人はもうステージ1一択かなと思ってて、で不動魔を持ってる人だったらまあどっちでもいいかな、ほとんどでも若干ステージ1の方が時給いいかなって感じですね。でもこれちょっとステージ1の大変なところはこのデカプニを消す作業がずっと疲れるっていうのもあるんで、まあ交互にやったらいいかなって思いますけど、まあ、自分はステージ1でずっとやろうかなと思ってます。で、まあ、こんな編成組めないよって人多いと思うんですよ。まあ、ご来光と花嫁優が入ってて、まあ、編成内部相当高いんで、はい。で、まあ、この編成が組めないよって人は、ちょっと今から代用キャラというか、他のおすすめキャラを紹介するんですけど、まあ、おすすめキャラというか、この必殺技スキルで、そうですね、デカプニが降るっていうやつですね。このデカプニで降る。こっちかな。こっちじゃないね。どれだ？どのスキルだ？これかな？うん。このスキルですね。このスキル、まあ、代表例だと、まあ、暴走火の神とか、この、自身の妖怪プニがデカプニで降ってくる。で、種族効果を持ってて火力も出やすいってことで、うすら加減の他のキャラ入れてあげると。なんで、まあ、暴走火の神だったり、まあ、オーズとか、まあ、この辺の汚れとかね、この辺のキャラを、まあ、ここに入れてあげたいかな。うん。でも全然、例えばこの編成の場合だと、ご来光のところを暴走火の神にしてあげた方が、もしかしたらいいかもしれないし、全然いいと思いますね、これで。まあ、こういうの入れる場合だと、まあ、もう一体、まあ、マナのところをなんか、うすら影のなんかにしてあげて、まあ、うすら影の火力盛るとか、やると、まあ、案外それでも早く周回できるかなと思うので。うん。じゃあ、今回はこういう感じで、まあステージ1が結構おすすめだよっていう、まあ、紹介動画ですね。はい。まあ、で、最後に、ステージ1と、まあ、隠しステージ3ですね。の比較動画を、出しておくので、まあ、よかったら最後見てってください。ということで、ありがとうございました。